クレテイユは、フランス、イルド・フランス地域圏の都市である。バルド・マルヌ県の県庁所在地、パリの南東に位置する。人口に関しては、2010年現在89,985人で、あり、県内では1位、イルド・フランス地域圏でも6番目の都市である。クレテイユは、第二次世界大戦までは、小さな農村であったが、 1955年以降のモンメリー地区の開発による急速な都市化で知られている。これは建築家シャルリギスター・ブストスコフによるもので、その後の数多くの他の開発の前奏曲となった。1964年7月10日お及び1965年2月25日のデクレに基づき、セーヌ県よびセーヌイコールエイコールオワーズ県が再編された上、 1968年1月1日に、バルド・マルヌ県が設置されたことにより、その県庁所在となった。イルド・フランスの地図。赤く示されているのがクレテイユ。パリ南東の郊外、ノートルダム大聖堂から約11キロメートルの位置に、ある。クレテイユこの長望クレテイユは、西側のセーヌ川の谷と東側のマルヌ川の谷とに、挟まれた比較的平坦な土地に位置する。 マルヌ川の氾濫は、町の歴史にも記されており、特に1658年、1740年、1802年、1817年、1837年、1840年、1841年、1892年、1896年、1910年、1919 19年、1920年、1924年、 1930年、1944年、1955年、1959年、および1970年のものが特筆される。セール川の氾濫も同様で、1830年、および1910年のものが特筆される。100年に一度と予想される甚大な被害を引き起こす大洪水に備えて、約40ヘクタールの人造湖であるクレているコが、 町の南西部に設けられている。平野部は丸ヌ川とセーヌ川の洪水による浸食により形成されたのである。東部のモンメリー地区は浸食されずに残った土地で74メートルの標高がある。最も低いのは丸ヌ川沿いで約31メートルの標高しかない。パリからパリメトロ8号線が通じており、市内にクレテーユレシャ駅。 パリ大学に近いクレテイユユニベルシテ駅、県庁に近いクレテイユプレフェクチュール駅、さらにポワントデュラック駅を用している。ラー A 線では、サンモールイコールデイコールフォッセにある、サンモールイコールデイコールクレテイユ駅が、最寄り駅となる。ラー D 線には、クレテイユポンパドゥール駅が2013年中に、開業する予定である。二0十年以来、パリのベディブ同様の自転車貸し出しシステム、 クリストリブが提供されている。クレテイユ大震裁判所クレテイユには、1965年2月25日のデクレによってバルドマルヌ県庁が設置された。また、裁判所も設置されている。現在の庁舎は、建築家ダニエル・バダニによるもので、法律書と正義の天秤等をイメージして、1976から1978年にかけて建築された。県庁。 市長、裁判所などの建物は、ヌーボクレイテル計画によるものである。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。